最初は最近みんなにユラピって呼ばれる、うん、ユラピとかユラピとかユラピ。このトリオは初めて、初めてだ、初めて、初です。最年長とリンゴ、最年長とリンゴでお届けします。今日雨でした ね、 そうですね。でも雨の中皆さんありがとうございます。ありがとうございます。愛知県でのリリースイベントは2回目ですかね。2回目、うん、うん、そうですよね。愛知県はゆうみちゃんが、あ、はい、そっかそっか、私のおばあちゃんが住んでる愛知県なので、すごい嬉しかったですね。嬉しかったです。みんなでバーンって打ってほしいです。せーの、バーン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 。こんにちは。こんにちは。はかわいい。こんにちは。はちわは今日ね、皆さんのさ、カッパが白だったじゃないですか、うん、で私たちの衣装と同じだねって、お揃いだねって、会場が白でした ね、 もうね、楽しかったです ね、 ね、 ったね。ちょっともう雨女は誰ですか。誰ですか。えリンゴちゃんじゃないの。なんでか、冷や汗かいてきた。でもあのラッキーがそのリリースイベントした後に、うん、晴れたっていうか、まあ、雨は止んでたので、うんうんうん、ラッキーだねっていう。なんかそういう展開多いよね、いつも、うんうん、今日は朝みんなでドーナツ食べましたね。芋ドーナツ美味しかった。ユーラ今日いつもにましてバブなの。なんでお、バブ、バブちゃん、バブ、バブ、かわいい、かわいいね。バブミ、あかりんショートカットにするの。ショートカットにするのけど、リリースイベントの前に美容院に行きました。実はですね、ラッキーラッキーって、いや、雨女多め、晴れ女多めですよ。誰がさ、雨女なの。だってさ、ラッキーがパフォーマンスした後は絶対に晴れるじゃん。晴れるというか、まあ雨は降ってないから、うん、まあ一回すごい土砂降りの時もありましたけど、うん、あったね、すごい雨の中の時もありましたけど、たね、結構雨降らない率多いと思います。ね、今日はね、この後8時にミュージックビデオのティザー映像も公開されるんですけど、私昨日見たんですよね、実は。ミュージックビデオもティザー映像も見て、今日のティザー映像はとっても、うん、もう可愛くなって、もうキュンキュンキュンな感じなので、ぜひコメントもねしていただけると、はい、私たち見てますもん ね、見てます。コメントチェックしてますので、ミュージックビデオは明日の8時20時公開。うわー、明日明日ですね。いよいよ、いや楽しみ。皆さんの反応がもう楽しみすぎるです、楽しみ。昨日もね、公開されたんですけど、うん、雰囲気が走ってたりしましたね、足元映ってた、リンゴも映ってました。リンゴね、映ってたね。でも私あれ走ってないんだよね。あ、置いてかれてたの。そう、私走る撮影だったんですけど、みんなに置いてかれてて実は映ってないっていう、うん、そういうシーンもちょっと MV にあったり、ね、すごい楽しそうな、ね、もうさ、まだ言えないじゃないですか。そうね、早く言いたいね。楽しみ。さっき一番くじで B 賞当たった。おめでとう。すごい、いいな、いいね。ゆらちゃん走れなさそう。あ、言われちゃってるよ。走るのは結構苦手です。あ、ラッキートーク聞いたよ。だってありがとうございます。今日は B チーム、今日は C、 C チーム、今日は C チーム、山の撮影どうだった。もう空気が美味しい。え、本当に着いた瞬間、すごい、なんか何これみたいな、緑がたくさんで、ティザー映像、昨日公開されたティザー映像、予告編の映像を見てくださった方分かると思うんですけど、
ドローンとか、そうなんです、ほんとすごい使われてたりするので、すごかったね、本当にすごかった。初めて、そう初めてだよ、うん、まあ、裏話はね、まだ今後のリリースイベントでたくさんしたいので、ね、はい、早くしたいな、早くしたいな。リリースイベントありがとうございます。今回の衣装もライスし、ライスし、ね、確かにラキラキラブと全然違うもんね、ガラッと変わったよね、全然違う、違う、キュートから大人っぽい、うん、ミュージックビデオも可愛いラッキーラッキーが詰め込まれているので、うん、楽しみにしててください。一回見てみる？お、質問が、うん、お昼はドーナツですね。そうです。今日はドーナツです。でもドーナツと一緒にラーメン食べてる人もいましたね。ラーメン、そばかな。あ、あったんだね。そう、そばも食べて、ドーナツも食べて、すごいいっぱい食べるなっていう、いい、ね、メラメラさんが。幸せです。いいですね。でも私たちも、私とキータンとリナとワちゃんで一緒に食べたんだけど、うん、ドーナツ3個ぐらい食べちゃって。美味しかったな。美味しかったです。さつまいも美味しかった、美味しかった。もうさつまいもの季節だね。ね、うん、秋だね。あっという間に。でもどこ行ってもさ、さつまいもばっかり今。嬉しい。ひーちゃんの好きなさつまいも。大好きです。お嬢様もう花火やった？まだやってないですね。あ、もう終わりじゃない？あ、線香花火？やったね。まだやってない。やってないの？あ、そうなの。もう今年できないかな。え、じゃあもうさ、来年はやる。来年。そうだね。来年やりたいな。やろうね。あの撮影でガルガルファミリーの壁紙の撮影で花火やったんですけど、うん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 、プライベートではもうやったことないんですよ。やってないプライベートでは。なんで来年また再チャレンジしたいです。みんなで見守りたいその瞬間を。わかる。反応。じゃあスクショタイムします。そうだね。ニコニコポーズ。はい、うん、私が大好きな季節なんです。芋芋にならない、芋にならない。なんかありますか、ポーズありますか。さつまいもポーズあるよ。これ何それ。ひいも、こういうこと。出た。妄想タイム。これもね、妄想タイムもリリースイベントで見れますので、ぜひ遊びに来てください。関東でね、始まりますので、うん、いよいよ、いよいよ、来週ぜひお時間ある方遊びに来てください。遊びに来てね。じゃあ次のメンバーに変わります。スイージ。来週また、あ、明日のミュージックビデオ楽しみにしてください。バイバイ。バイバイ。またね。知ってる？これさ、みんな3人で。こんにちは。そう、あ、そっかそっか。こんにちは。次のチームはりなとカンヌとユニカです。お願いします。あんまりない。ちょっと今コンタクトつけてないので、メガネをつけさせていただきます。お願いします。装着。珍しい、ね、え、初めてコメントが見えないメガネして。メガネ配信はないよね。ちょっと少しタイムだけ付けたらですよ。レアリナ、リリちゃん、サミミお願いします。あれじゃない？自己紹介でもしてるからね。あ、そうですね。癒しのうさぎ担当。お似合いです、うさぎ。大好きな3人組だって。頭良さそう。ひるちゃんね。確かに、メガネかけたら。あ、そういうことね。あ、そう。あ、メガネかけてなかったら相変わらずバカだよって感じです。
雷で一番怖がってるメンバーだった。今日ねすごかったね。ね。うん、でも私あんまり怖がらないタイプかも。私もあんまかな。うん。私も。つばきちゃんとか怖がるんじゃない？確かに。あ、怖くない。ゆらちゃん。あ、ゆらちゃんだ。怖くない。あ、怖くない。え？ゆらちゃん発祥だもん、サンダーモード。あ、そうだよ。ゆらちゃんからそう出てるものなのに、自分で怖がったらね、ダメだもんね。怖がる人あんまいないよね。ね。うん。じゃあ、質問ちょっと見てみようかな。大阪で何食べた？大阪でたこ焼き食べました。食べました。念願の。いつも食べますね、毎回みんな食べるよね。必ずたこ焼きを食べて帰ります。愛知なんだろう、手羽先か。手羽先だね。手羽先でもあんま食べないな。うん。今年の夏やりな残したことは？だってプール行ってない。あね、あとバーベキューとかもしたかったもん。あ、したいな。え、待って、プール行きたかった。プール行った方いるかな。なんかさ、プールってさ、うん、行こう行こうってなるけどさ、なんかあんま行動に移さなくない？確かに。うん、うん、ね、焼けちゃうのが一番ね。だから室内プール行きたいかな、私。あと花火はあれかな、壁紙で。確かに。やった。あ、やったね、みんなで。でプライベートではやってないな、私。ありがとう。うん。あ、これ実はユアのメガネです。あ、そうなの。え、そうそうそう、さっきね、メガネ忘れちゃったんです。知らんかった。もう動画同じだから。好きな教科好きな教科は？好きな教科、国語と体育です。あ、私、え、国語？うんうん、あの、うん、国語というか漢字が好き。え、なんで？漢字好きなの？書くのが好きだから。え、本当ですか？漢字だけね。え、じゃあね、漢検とかやろうと思ったら結構取れちゃう感じ？いや、取りはしないけど、好きは好きだから。あ、好みって感じね。そう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 。え、私は美術と体育。うーん、やっぱ副教科かな。あれ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 。みるちゃんは？え、私、え、得意？うん、うん、あ、得意。好き、好き、好きは、うん、理科と、国語とか。え、絶対理科の実験だよね。あ、そう、実験とか、うん、理科めっちゃ好きです。水蒸気みたいな。あ、ちょっと違う。あ、違かった。あ、ちょっと違かった泳げないのにプール、確かに泳げないのに確かに泳げない。泳ぎた、泳げるようになりたいな、私ね。家庭科得意そうだって、私。ああ、なんか裁縫。でも料理得意やん。料理は生きても裁縫ちょっと苦手かも。あ、そうなんや。今ね、ちょうど作ってる。作ってんだ。うん。うまくいくように願ってます。ね、テンション上がるよね。実験ね。楽しい。理科イコール水蒸気なんかそんな感じするよね。いや、わかる。でもなんかちょっとさ、理科用語使おうかなと思ったら、まずその辺からいくよね。H2O とか。あ、なんで酸素、酸素？ CO2 とか。あ、CO2 とか、二酸化炭素。ちょっと頭いい風に。あ、そう。やめてやめて。でもね、私、元素記号のテストあって、その時に全部丸暗記したんですよ。うん、あ、すごくないですか？じゃあもう覚えとる。あ、もう忘れました。あ、自分以外の衣装だとどのメンバーの衣装着てみたい？だって。夢空かな。夢空衣装。え、夢空だったら、夢空は、どうだろう。でもね、りなちゃん、はなちゃん似てるんですね。え、そう、なんかパンツスタイルに上がちょっと違う。私も結構りりちゃんの衣装好きで。あ、本当？あのレースが細かい感じで。あ、そう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 、あんまない感じだから。ワンピースさ、珍しいよね、衣装で。うん、そう、言われるがワンピースなんですけど、めっちゃ可愛い。うん、あ、スタバの新作飲んだ？あ、
お芋のやつでしょ。お芋、うん、飲んでない。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 飲みたい。もう美味しかった、ね、私飲みました。え、飲んだの？え、飲んだ。最高だったよ。え、そう、本当に私挑戦できんちゃんね。できんちゃんね。そう。お芋好き？え、あんま。あ、あんまなの。あ、そうなん。私もミスドで、あのドーナツ食べたんですけど、その時にあのもう芋、お芋のドーナツとかもたくさん食べました。それぐらい大好き。H2O は水だよ。だって酸素って言ってたのに。CO2 だよ。あ、CO2 が水なんだ。違う、CO2 二酸化炭素だよ。そうだよ。なんだっけ、H2O じゃない酸素。ヒロやりました。ほんとだ。 H2O が自慢げにさ、 H2O が違う。あったっけと思って H2O って、あれ塩と思ったら二酸化炭素だよ。やっちゃった。やばい、やっちゃった。まずい。バカがバレてます。デヘペロ。デヘペロ。せーの。私。一人ずつ。デヘペロ。かわいい。かわいいです。勉強頑張ってます。だって、あ、もうちょっとでテストなんです。あ、終わった？私は終わりました。あ、そうだ。うん、そう、お疲れ様です。出来栄えはどうですか？あー、まあ普通ですかね。あー、はい、まあ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 、まあ、よ、うん、よくも悪くも、悪くも、うん、って感じです。でもね、私もう1週間ちょっとしかないのに全然ワークも終わってないです。先輩として絶対ちゃんとやってた方がいい。あ、わかりました。後悔します。先にやった先輩として、はい、頑張ります。頑張れ。じゃああと2分だからさ、スクショタイムしよう。いいね。メガネ外してるから。やっぱね、大事大事大事。でももしかしたら皆さんメガネ中にスクショしたかもしれない。ね。なんかメガネの意味みたいな来てて。ポーズあったら送ってください。送ってください。何がある？みんなでデヘペロポーズしよう。デヘペロってなんだろう。なんだっけ。え、さっきやっとったやん。デヘペロ。あ、そういうこと？そういうことなんじゃない？何秒間必要かないですよね。なんか動いた瞬間とかだったらちょっと申し訳ないからね。天使ハート。天使ハート。あ、このバージョンもあるのか。そう、中に入っちゃう。中に入って、あ、これが中に入っちゃう。そうそうそう。なるほどね。顔囲って、あとはブリッコポーズだって。ブリッコ。あさていけやめ。そんなのずるいじゃん。ずるいじゃん。あ、リンゴ飴ポーズだって。リンゴ飴ハート。これリンゴ飴ハートでーす。オッケー。オッケー。あてくれ。オッケーです。小顔ぐらい。小顔。オッケー。オッケー。じゃあもう時間になってしまいました。はい、じゃあ最後の方たちへ、はい、最後の3グループの方たちしまーす。どうぞ。以上、バイバーイ。リナとカンナとリリカでした。バイバーイ。また会おうね。バイバーイ。大好きだよ。またリリーブでお会いしましょう。バイバーイ。お待ちしてますね。バイバーイ。バイバーイ。あ、鏡。やっほー。やっほー。座っていいの？いいよ。ありがとう。あ、猫がついてる。あ、ほんとだ。みんな、あ、二人帽子かぶってる。かぶる？やっほー。ちっちゃい帽子。皆さん、はい。今、今、はい、2日目のリリースイベントが終了しました。あの、昨日と同じ格好なのは触れないでいただいて、あの、一泊なんで、すいません、すいません、本当に。あ、もう、美味しいや。じゃあ、ちなみに、あの、うん、最後は、私、キキと、ゆうわと、長山椿です。お願いします。イェーイ。沖縄コンビですね。沖縄コンビに入らせてもらって、今、
お願いします。お願いします。あ、うちの口喋れますか。メリでーす。メリでーす。あ、違うの。イエーイ。はいはい、ね、きおさんすごいさ、リリーベさんね、終わった後にめっちゃ沖縄の、ね、人の方言でさ、沖縄で喋ります、ね、なんか沖縄の方言でめっちゃさ、なんかグスヨチュウが涙とか言ってめっちゃびっくりしました。すごかったです、ね、ありがとうございます。キキチちょんでいい、全然 OK です。あ、ちむどんどんだって、ちむどんどん、なんだっけ、胸がドキドキする。あ、難しいですねなんか質問ありますか？うん。あ、すみません。すみません。やばい、やば。大丈夫かい？なんだろう。お、これでいきますか？うん。自分以外の衣装だとどのメンバーの衣装を着てみたい？私、ゆあちゃんのなんか目の前でさ、かんな姉ちゃんがね、こうやってやってますね。やってんの、ゆあの、私、ゆあちゃんの、あのロングワンピースが最高。ゆあは何椿屋、うちズボンの人がいいからな。あ、でも自分ズボンじゃない、リナカンです。リナカン、リナカンでも、かんな姉ちゃん、いや、リナ姉ちゃんだな。おいや、カンナちゃんがちょっと悲しい顔してます。カンナ姉ちゃんの衣装も好きだよ。ありがとう。家はリリカちゃんかも。え、ほんと？うん、ロングイエーイ。なんかさ、長ズボンってすごい踊りやすいね。長ズボン踊りやすい？うん、やったことないからさ。スカート多いよね、確かに。そう、スカートとか、あとあのズボンがあったとしてもショーパン、うん、確かにが多いから、うん、長ズボン踊りやすって思って。いいね。長ズボン外装って初めてじゃない？ね、うん、あ、初めてじゃん、うん、あ、うん、ちょっと待って、あ、そうだね、アイコトバだったね。でも赤リンゴが多いんだよ、長ズボンは。沖縄行ったよ、だって、うん、あれすげえ、すごい。なんか夏イコール沖縄のイメージあるかも。あ、そう、確かに。あ、暑いからかメンソーレ。メンソーレいらっしゃいませ。メンソーレいらっしゃいませ、ね、そう、皆さんメンソーレ、メンソーレヤッホー、ラキラキのイスラエルメンソーレ、メンソーレ。くそ、ディスコタイムの人めっちゃ好きだって。あ、わかる、ディスコタイム大好き。わかる。私初衣装だったから、うん、一番印象に残ってる衣装。確かにね。そう、あの白いやつだよね。そうね、白い T シャツ、あのオレンジのパンツ、白シャツ、そう、オレンジの。わかる。今日はあの雨の中だったんですけど、皆さん本当に来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。すごいね、雷がね、すごかったけど、うん、さっきもね、メンバーが、うん、怖い子は誰だ、ね、みたいな話してましたけど。しましたけどね。ね、皆さんのパワーで。でも、ね、怖がる人いないと思うよ、雷。雷ね、メンバーの中で、メンバーの中でも、ね、あんまりね、今日も怖がってなかったね。みんな、なんか、え、なんか鳴ってるくないみたいな、ね、うん、これ雷みたいな。あ、これが雷、すげえ。そうですね。そう、だからあんまり怖がる人いません。みんなすごかった。見てないけど。はい、リリーブ、お疲れ様、ありがとう。Thank you。来週もありますね。あ、そうじゃん。今度ライブに行く計画をしてますって。嬉しい。しい、ぜひね。ね。あと7回、うん。そうね。リリースイベントはあるので。会いに来てください。来てください。ばあちゃんは雷避けられるんだっけ。避けられる、避けられるの、こういうこと、避けられる。怖い、怖い、命がけじゃん、それはもう。怖い、怖い。避けて、避けます、頑張って、うん、これこいつでもね、う
ちのお母さんね、なんかね、一回だけ雷がすぐそばに落ちたことあるんだって。すごい。すごいね、なんか音すごくない？近くに落ちたらさ、うん、すごいよね。でも近くに落ちたことあんまないかも。え、うん、確かに珍しいよね。うん、この間から体調悪かったですって人いる。大事にしてください。季節の変わり目だから ね、確かにすごい体調崩れやすいので、うん、あのさ、13号だっけ、台風来てたね、が来てて、た終わったらちょっとさ、うん、寒くなった、うんうん、結構ね変わりましたけど、はい、皆さん気をつけてください。気をつけてくださいね。他にコメントないかな。あと3分、早いですね。いや、私が守るだってかっこいい。私が守る。守ってください。私が守る。私が守る。欲しいなるみたいな言い方。いいね。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。あと3分の早いです。あ、早い。大丈夫ですか？ Yeah, thank you. はい。Bless you. Bless you ってさ、うん、海外の人はさ、うん、あの言うんだけど、うん、なんで日本人はそういうの言わないのか謎なんだって。考えようじゃん。考えました。考える？ありがとうにつなげないといけないでしょ？ってことは？大丈夫とか。あ、確かに大丈夫。今何の話してる？ねえ、違うでしょ。違う、今だってじゃあ聞いてたんだけど、ね、じゃあブッシュって何だろうって思って。ああ、ブッシュじゃない、ブッシュ。失礼しました。え、何だったの？あ、だから鼻水じゃない、ハクションした後にあのブラ、あ、なんかいいよね、そうそう言うじゃん。そういうこと。それは日本でもやらないのみたいな感じ。そう。あ、なるほどなるほど。です。で、海外の人から言われた。じゃあ拍手したら大好きだよっていう。ありがとう。あ、オッケー。あ、いけ。大好きだよ。なんでさ、違うじゃん。今、奇跡がさ、あ、言わなかったじゃん、絶対に。もう一回乗った。毎週。ね、違う。今、日本版。大混乱なんですけど、本当に大好きだよ、面白い、大好きだよって、大好きだよみんな言ってあげてください。お願いします。 あと1分やりますか、はい、ショータイム、ね、やりましょうか。はい、面白い。なんかポーズあれば。ちょっとなんかコメントが半分になってる。なはい、天使ハートよく見えるね、すげえ。カシャ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 リンコ、はい、カシャリン、ハートリン、全員でくしゃみしてる、くしゃみポーズみたいな。じゃあくしゃみする前なにこれ、前やろ、あくびじゃん、はぁってなるじゃん、なんかなんか一人だけさ最後1個とかいきますか。はい、なんか選ぶため動画が停止されましたが治りました、治りました。最後椿さんいいですよ、ね、え、いいんですか。じゃあ最後の最後なんでラッキーポーズ。お、あ、いいですね。はい、チーズ、カシャカシャカシャ、オッケー、カシャカシャ、オッケー。ということで皆さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。また来週もね、はい、皆さんに会えることをすごく楽しみに、9人で待っていますので、うん、ぜひ来週もリリースイベント来てくれると嬉しいです。嬉しいです、待ってます。はい、じゃあ一言、みんなからサンドみんな大好き